家でテレビを見ている人たちっていうか、うん、ニュースに接している人たちにとっては、うん、多分ね野党の姿が見えないんだと思うんですよね、うん、でテレビに出てくるのは安倍さんばっかりで,で、ね、だからその野党に対してですね、うん、特に立憲民主党に対してざっと吹いてた風っていうのが、うん、なんかこう小康状態になっていて、はい、だからこれ数字にも表れていて。うん 支持率がぐっとやっぱ3%とかそれぐらいに下がっちゃったんですね、うん、10%ぐらいあったのが、うんはい、で、えー、っとこのまま選挙に突入しようとしている、うん、じゃあ他の野党に票が来てるかっていうと国民民主党っていう政党は1%とか、うん 1> えー、そんな状態なんですね共産党も伸びていないと結局一体何なんだ っていう感じになっっちゃってるんですよね、うん、その支持率ってやっぱりテレビの露出みたいなところに結構大きく関わってるような気もしてそうするとあのテレビって、はい、その自分たちの,その興味で取材にするというよりは、うん、何か起こったことに対して動くから、うん、何かをこう、はい、アクションを自分たちでしないと、うん、野党の方には絶対こう。 カメラがだから、なんかそういうアクションを起こそうとしていないのかなっていう気も、予算委員会とかは、なんかわわ言ってたけど、どうなんですかね、その辺野党とそうですね、与党がやったことに対して、それはおかしいっていうのは出てくるんですけども、けどね、なんかこう、私もなんか大阪でね、私出身大阪なんですけれども。 橋本さんの維新の政治がやっぱり僕はおかしいと思って一時期大阪によく行ってテレビに出たりしてたんですけれどもその時に彼らがやっている都構想っていうのがいかにおかしいのかっていうのを政治学者として話をしてるんですけれどもこれってね最終的には大きな力にならなかったんですよ。それれは都構想なんですよじゃあもうつの船を出してく これがやったら維新じゃなくてこういう豊かな大阪が見えてくるっていうそういうビジョンがあれば人はこうイエスの政治ですよね何々実行っていう形なんですけどもこれが見えればねなんかこうおって期待があるんですけども維新対反維新になってたんですがこの反維新の側がねやっぱり脳の政治だったんですよね維新のそれからえー都構想脳だったんですよ。そうするとね期待が全然やっぱり集まらなくって やっぱり維新のずっとこういう支持っていうのが定流でも強くて、今年になってからね、あの賭けに出た市長選とのダブル選挙がありましたけれども、これでやっぱり維新が勝って、息を吹き返すということになってるんですよね。だから野党側は、やっぱり与党が出してきたこと、麻生さんの2000万円発言がありましたけど、あれもおかしいじゃないかっていうノーなんですよね。 それがうまく物語化できていないな、うん、みんなに届く形になっていないっていうのが、うん、多分現状なんだろうと思うんですよね、うん、枝野さんがね 2>,、うん、2年前にわっとこう風が吹いたのって、うん、物語があったんですよ、うん、やっぱりみんな希望の党ができたけれども希望の党って小池百合子さんを担いだわけですよね、うんはい、で小池百合子さんって安倍さんの近くっていうか自民党にいた人なので、うんはい、安倍内閣とそんな変わらないんですよね、うん したら多くの人が安倍内閣の自民党自公と希望の党だったら選択しねえよって思ったわけですよねその時にもやもやしてる中で枝野盾っていう声が出てきてそして枝野さんはそこでジャンプするわけですよねえいっていう形でその盾っていう声に後押しされて1人でこう記者会見に向かっていくでこれをみんながざっと支援したんですよねこれってあの 何かストー体張ってる感じがするだし <laughs> だ <って S 1> よし私も応援しようみたいな <laughs>、うん、その一体になっていく感覚っていうのがあったんだと思うんですけど、はい、これがねなんか立憲民主党が多分守りの姿勢に野宿党代党を守っていくっていう感じになった時に、うん、このストーリーがうまく作れてないんだと思うんですよね、うん、だからみんな,なんかこう一緒に乗っていこうっていう感覚になってなくて、はい、このね物語の設定にやっぱりこの2年で。 うまくできなななかかっったのかもしれないなって思うんですよ、ね、で一方でねなんかこれに対してうまい物語を作ったのが多分「山本太郎さんんという人なんですよね,ね、うん、で令和新選組」っていうのを作って、はい、これあの政党名が全然浸透していないのであのいろんな支持率で数字が出てこないんですけど多分比例はもしあの山本太郎さんが比例で出た場合なんですけども。 あの面より山本太郎って書く人が多いと思うんですよね<ー>で圧倒的に令和新選組っていう名前より山本太郎の方があの名前が通っているわけですよね、うん、だから、まあ、私は戦略的には比例で出るのがいいんじゃないのかなと思いますけども、うん、比例で出た山本太郎って書く人が多いと、うん、そうすると「あの非拘束名簿」っていうやつなので、うん、基本的にその「山本太郎」と書いてくれた人、うん 山本さんだけが通るんじゃなくて、そのボリュームで他の人も通るっていうやつなんですよね。はいうん、だからあのー、これデータで出てる以上に多分比例は取るんだろうと思うんですよ。これ今データは出てるんですか？えっといろんな学者の調査っていうね。あのそういう細かい説明をして、うん、その広いっぱいいる人にちゃんと聞こえるというか伝わるんですかね？はい、ね伝わってるかどうか僕のその場に行ったことないんですけど、うん、けどね大きなモニターを持って,いて。 でそれでねデータを出してこういうふうに日本経済はずっと低迷をしているとかですね、えー、あるいは公務員数が少ないんだとかですね貧困っていうのがどういうふうに拡大しているのか、はい、あるいは消費税がどれだけ学習性が強いのか、うん、富裕層に有利なのかとかそういうことを一,一つずつ全部あの統計データを使いながら説明して、はい、だからこうなんだという説明をしているんですね。うんうん、で私も、まあ、正直言うと山本太郎さん についてそんなにずっっとと注目ししてこなかかたというか、うん、むしろね。嫌いしてきたかもしれなかもですなんよねです、えー、というのはやはりパフォーマンス方だなというふうに思うところがあって、うん、あのー、大丈夫かなっていう心配の方が、うん、ま立ってきたような感じだったんですけども、うん、今回その社会現象だっていうことになっていろんなものを見てみたんですけども、うんうん、あのー、もちろん全部私自身の考え方と一致してるわけじゃないんですが。 あの、しっかりとロジックとか、うん、あるいは彼自身のストーリーができてるなとは思ったんですね。はい、で、あのロンザという朝日新聞のウェブページで、はい。で